川島呼ぶのせいかなんです。でも第3ゴールキーパーってそういうふうにメンタル的にチームを落ち着かせてくれたりとか、ムードメーカーになってくれて、実力もあるみたいな人なんで、まあ第3ゴールキーパーのセオリーで言ったら合ってますね。あと第3キーパーまで使う状況ってあんまないっていう。だからファーストキーパー、セカンドキーパーは、ね、チームの、戦い方変えない人で実力で選ぶけど、第3キーパーそういうメンタリティ的なところとか、キーパーコーチ的な感じで選ぶ人はいますよね。